ございます。キコです。今日のオープニング映像は長崎の精霊流しの映像からお送りしました。この映像は、実際私が去年大叔母を送る時に家族で船を出しまして、その時の映像です。父のふるさとが長崎だったので、毎年夏とあとお正月と長崎の町へ帰ってきていました。おばあちゃんといとこたちに会うのをすごく楽しみに帰ってきていたんですが、何より嬉しかったのは長崎の町に帰ってくると、父が本当に嬉しそうで、いつも見るお父さんとまた違った顔が見れて、それをすごく子供ながらに嬉しく思っていたのを覚えています。今日は、6月1日、先日ストーミーマンデーで瀬田聡太さん、そして岡田二郎さんとトリオでライブさせていただいたんですけども、その時のライブ映像がまだ素敵なのがたくさんあるので、その中から一曲お送りしたいと思います。この消えなきものという楽曲は、私の父は父以外の家族がみんな早くして亡くなってしまって、でそんな父を見ていて、父がなんか一人ぼっちじゃないんですけど、私たち家族がいるんですけれども、あ、大好きな長崎の町のみんながいなくなってしまったなと思って、最後父の妹のおばが亡くなってしまった時に、曲の中にですけれども、当時私が見ていた景色だったり、聞いていた父とおばあちゃんだったり、そのおばさんだったりとの会話をはっきり覚えているので、その会話たちを歌に閉じ込めて、ずっと残しておきたいなと思って、書いた楽曲です。すごく早口で言葉もいっぱい詰まっているんですけれども、ぜひ歌詞を追って聴いていただけたら嬉しいなと思います。形あるものは、いつか消えてしまうけれども、胸にあるものは、胸に残ってるものはずっと消えずに、いつまでも輝き続ける、そんな歌になっています。それでは聴いてください。消えなきもの。オムロワンデイと SMC を必ず立ち寄るパーキングエリア、そらうどんちゃんぽん一緒に分け合って、アイスクリーム一つ分け合って、ここまで来ればあと一息だよね。くるくる高速を降りたらまっすぐね、路面電車が見えてくる見えてくる、丸水を過ぎたあたりからね、この辺はもっと昔は栄えてたと言っておるね。ここらで突然言葉が変わる、ゆるやかな坂道上り下り、港沿いを走ろう、ああああ見えてきた消防署、左小道ここからは歩こう、幼馴染がやってる床屋まだあって、ほっとしたね猫が横切って、懐かしい匂い角を曲がればほらいるよ、ただいま
た来週月曜日の夜10時にお会いしましょう。ありがとう。はいよ、お待たせー。